アニス・ベン・ハティラは、ドイツ・ベルリン出身のサッカー選手。チュニジアにルーツを持つ。2003年ヘルタ・ベルリンの下部組織から、テニス・ボルシア・ベルリンに移る。2006年に、ハンブルガー SV に移籍。リザーブチームで経験を積んだ後、2007年2月24日、アイントラハとフランクフルト戦で、トップチームデビューを果たした。 2009年冬に出場機会を求め2部の MSV デュースブルクにレンタル移籍し、翌シーズンは1年のローン移籍をした。2011年夏、ヘルタ・ベルリンへ完全移籍。2016年冬、アイントラハとフランクフルトに移籍したが、夏に SV ・ダルムシュタット98へ完全移籍した。2017年2月1日、ガズヤンテプスポルに移籍。 7月にガズイアンテプスポルを退団した後、9月にチュニジアのエスペランススポルティーブルチュニスに加入した。2019年2月、ブダペスト本米ド FC に加入した。2020年1月31日、カールスルー SC に加入した。2007年に U-19 ドイツ代表として UEFAU-19 欧州選手権に出場した。 2009年には U-21 ドイツ代表にステップアップを果たし2009年の UEFAU-21 欧州選手権に出場し優勝した。2012年2月29日の新前試合ペルー代表戦でチュニジア代表デビューを果たした。2016年10月9日の 2018FIFA フフワールドカップアフリカ予選ギニア戦で代表初ゴールを挙げた。 ありがとうございます。